吉田さんこんばんは。まあ、どうなんですかね、みんなと逆を行くっていう風な表現を吉田さんよくされるんですけど、私そこまで考えてないんですよ実は。あの、自分が心地よい、自分がね、もう言いたいこと言ってるだけなんですよね。思いついたことを言ってるだけだし、はっきり言ってそこにもう今となってはもう狙いはないですね。あの、まあ無意識的な狙いは入ってるのかもしれませんけども、基本的に思いついたことをパッ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 パやってるだけで、じゃあみんなと大衆の逆を行くとかね、今あれが流行ってるからそうじゃないところ行くとかじゃなくて、まあ無意識的にそれを選んでるのかもしれないんですけどね。ただやっぱりね、なんていうのかな、 YouTube って楽しいな、明日も YouTube やろうかなって思えるような発信をしてるってことですかね。だって基本的に続かないと意味がないじゃないですか。で、あの、自分が苦痛とともに YouTube やってたら続かなくなっちゃうんですよ。だから苦痛を感じない程度にね、なんかこう自分が一番の自分の動画の視聴者ファンであるっていうコンセプトですかね。まあお金もおかげさんで随分稼げるようになりましたし、それを元手に、なんか投資の方もうまく回り出してましてね。で、投資に関しては元金が大きいんで、配当とか利回りもそれなりに出てきますから、大贅沢したりとかね、変なお金の使い方しなければ、別に使い方をしっかり学んでいけば減ることはないかなと、増えることはあっても、まあ、そうは言ってもね、天変地異みたいなことも起きますんで油断はできないんですけども、そうなったら私またビジネス一生懸命ね、割合を増やしていけばいいかなと思うんですよ。今でもたまにビジネスしますけども、一定の売り上げ立ちますしね、まあそれが大事なのかなと思いますよ。まあ大振りをせずにね、こうなんていうんですかね、この内野安打を狙っていくみたいな感じで、とりあえず当てるためには打席に立ち続ける。で、当てたらもう全力で走る。で、一塁に出たらもう二塁のチャンスを狙っていくとか、三塁の盗塁のチャンスを狙っていくとかね。そういうのはやりますね。まあ野球にいつも例えて恐縮なんですけども。まあそう、結論をまとめるとないかな。深く考えてないですよね。なんか思い、自分の人生が楽しい、苦しいっていう風に2色に分けるとしたら、今この瞬間楽しいなと思えることをやったら楽しい人生が積み上がっていくということだと思うんですよ。で、楽しいことばっかりを狙ってなんですかね、妙なものを避け続けると袋小路に入っちゃうんですけども、ちょびっとだけね、楽しさを維持できるような人生を選ぶための、勉強なりね、経験なり知識なり入れていけばいいのかなというところですかね、微調整しながら。でもやっぱね、今ね、楽しい家庭があって、大好きな車があって、こうやって動画のやり取りできて、なんか美味しいもん食べれるし、ぐっすり眠れるし、いうことないですね。麻雀店じゃこれは一生かかっても手に入んなかったと思います。どうですかね、皆さんは今のことをやっていて自分の欲望すべて叶いますかね。人生って欲望を叶えていってなんぼだと思うんですよ。叶えられなかった欲望をもとにお墓に入るってどうなんですかね。欲望っていうとなんかね、変なことばっかりに聞こえますけども、いや、自分が心地いいな、嬉しいな、楽しいなと思うことの連続で人生できてると思うんでね。苦痛に耐えるってなんかあまり美化することじゃないかなと私は思うんですけどね。それでは